神楽坂駅は東京都新宿区や来町にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T05。地下駅であるが、福音の狭い道路の下に建設されたため、単式ホーム一面一線の二層構造となっている。出入り口はそれぞれのホームの端部にある。進行方向に向かって、1番線は左側、2番線は右側のドアが開く。 改札内のエスカレーターは一番線ホームと神楽坂方面改札口を連絡する上り専用のみ設置され、エレベーターは神楽坂方面改札口に設置されている。改札外のエスカレーターとエレベーターは神楽坂方面改札口から1ビット番出口にかけて設置されている。2010年5月31日、飯田橋よりにある。 神楽坂方面改札口内の地下1階コンコース部に、オストメイト、ベビーベッド付きた機能トイレが設置された。2015年5月26日から向井や実る、作曲の発射メロディを使用している。曲は1番線が、エーデインザメトロ、2番線が、ビヨンドザメトロポリスである。2020年度の1日平均乗降人員は3609人で、あり。 東京メトロ全130駅中90位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。神楽坂は稲田通りに設置されている田畑小坊の、銅像駅前は、完静な住宅街で、神楽坂方面出口から JR 飯田橋駅に、かけては、商店街となっている。坂としての、神楽坂や明治以来の繁華街は、JR 飯田橋駅の方が近い。 当駅ができたことで、かぐら坂と呼ばれるエリアが広がった。2000年代以降は雑誌などに取り上げられる店や、スポットが多く、休日は各地方から訪れる人たちで賑わっている。また、高層マンションなどの開発も進み、昔ながらの街並みは変貌している。駅そばにある赤木神社の大祭が有名で、規模もそれなりに大きい。周辺地区からの見越しで賑わう。 ありがとうございます。